はい、えー、それでは時間になりましたので始めてまいります、えー、皆さんこんにちは、えー、これよ司法書士試験、えー、ガイダンス新全日の加校座総合ガイダンスに題しまして約1時間程度私の方から話をさせていただきます担当私レック専任講師根本障子と申します、えー、約1時間程度よろしくお願いしますで本日買うもの2つございますえ一、ー、つ目がこのペラペラのものこちらのものを便利レジメと使い,言います読んできますそしてもう一つこちらの方のものですが一つだけ抜き取ってください この冊子のものこちらパンフレットと呼んでいきますで基本レジメを使っていきますが時折パンフレットの方も使いますのでレジュメお使いながらパンフレットを横に置いといてくださいではレジメの方ですが一ページがありましてページをめくってください二ページからやっていこうと思いますまずこの私の講座全日評価講座その前提としてこの試験が一体どういうものか というものをまず確認した上でじゃあそのためにどんなものが効くのかといった話につなげようと思います2ページの冒頭第1編司法書士試験制度と載っていると思います1司法書士試験制度形式2回の試験実質1回の一発勝負ちょっと数字入れててください2回のところ7月と10月7月と10月と いうふうに数字を入れてください7月と10月試験としては7月と10月2回あるんですがこれは7月クリアしたら次10月って意味なんです7月クリアしたら10月2回チャンスではありません2つの関門があるですただ7月をクリアすれば 次は自動的にパスします。7をクリアすれば、10月は受けさえすればクリアです。だから、形式的には2回やるんですが、実質は7月一発勝負です。7月一発勝負です。じゃあその7月だけに焦点を絞って説明します。次、司使用士試験の特徴。 一問題の傾向社会歴史もしくは数学算数と書いています社会歴史の下理解記憶中心数学算数の下論理性試験現場思考ちょっとこちらでよろしいでしょうかあの歴史って覚えてないと絶対解けませんよね あのどんなに頭がいい人でも年号を覚えないと答えられませんあの一方右の算数とかってあの公式覚えていっても現場でどれ使うのか判断しなきゃいけません左側は「暗記記憶中心」と言っています事前準備が絶対いると事前準備勝負,と勝負と思っていいです事前準備勝負 一方右の数学算数ですがこちらは当日勝負です当日勝負ですでこの試験この試験は基本的には丸つけてください左です左です 社会、歴史、暗記、記憶中心です。これを、どっちで考えますいい方に考えるか、悪い方に考えるか。これ確かに悪い方で考えれば、覚えなきゃ戦えません。ですが、いいように考えるとね、覚えれば戦えるんです。もっと言いましょうか。昔の司法試験って、出題の7割、いや、8割が、右なんですよ。右なんです。 っていうことこはどんだけ1年間頑張っても当日やられたらお芝居なんですよ。もう当日風邪とかなんかして頭回らなきゃもうお芝居なんですね。一方社会歴史ってことは、まあ、確かに頭回らないときついよ。頭回らないときついんですがいや覚えているものを出すだったら正直頭そんな回らなくてもいけるんですよ。 またねあの右だと年数重なれば重ねるほど有利とは言い切れないんです一方左だと年数を重ねれば重ねるほど有利なはずなんですよぶっちゃけて言いますと私もこれ勉強を始めようと思ったときに司法書士試験と 司法試験を習いましたただ司法試験って右の要素がすごく強いからはっきり言えば確実性がないんですよねかやっぱり受けるからには受かる試験かどうかっていうのは考えると思うんですで私はいろいろ調べた結果あこういう試験だったら確実性があるんだなと,と思い 司法書士試験の方を考えました。で、ちょっとこちら、パンフレットの方を出していただけますか、パンフレットの3ページの方を見ていただけますか。すいません、間違えました、えー、っとパンフレットの方はごめんなさい、11ページです、失礼しました、11ページです、すいません。 で、11ページの下の方、下の方に円グラフが2つあると思うんです。で、円グラフが2つあって、こちら、上のデータ1っていうところを見てください。平成26年、合格者の受験回数、合格者の受験回数、受かった方に、あなたは何回受験ですかということを聞いてみました。1回だという方が9.8%、約10%パーいます。1割です。 2回で16.1。で、3回で21.7。4回14.6。5回でまた14.6。で、この年がちょっといびつで、実はこれ以外の年だとね、3回までで大体70%占めるんですよ。3回まで。この年がちょっといびつに難しく、他だと大体3回で70%を占めるんです。 今からこれを言いたはないんですが、この試験を勉強する場合、3回まで覚悟してください。でも3回で7割の方が終わってます。これはくどいようですが、覚える型だからです。覚える型だから、ある程度のところで目安がつくんですよ。 というこ,とでこれが大体の、ねまあ、大雑把な話、冒頭になります。じゃあ、戻りましょう、レジュメの方二2ページお願いします。はい、で真ん中あたりに、丸の二問題のレベル、難易度とあります。 午前択一問題ランク表と載っています。ちょっとまた数字をお願いします。午前択一35問、35問という数字を入れておいてください。どっかにね。で、左側に AA ランク A、A, B, C, D とあるんですが、これが正答率で出しています。一番上、ダブル A。 正当率80%以上。これは、受験生はまず間違えません。受験生だったらまず間違いないレベルです。次、シングル A、単なる A、60%。これね、不合格者を含めて60%なんですよ。だから、合格者だけだったら、ほぼ80%以上、100%に近いんです。 で、B、40%。このあたりが合否を分けるレベルです。C、30%。ステモンです。ステモン。で、それ以下ふざけんなと。で、これちょっとね、カウントしてほしいのが、ダブル A と A の合計をちょっとね、見てほしいんです。一番右行きましょうか。平成28が合計26。 35問ですよ、全部で。<laughs> 27なんかどうです ?33 問なんです。合計35問ですからね。26年、22問、28問、26、22、24、27と。 もう一つ同じ表、下に午後択一問題ランク表とあります、これも同じく35問と入れておいてください、35問。<laughs> はい、で、そこのところですが、同じようにダブル A と A の数を見てみるとどうでしょう。 右から見ると、24問、22問、25問、30問、27、22、24、24と。ここでわかることがあります。一番下の資格枠。司法書試験は難関試験です。合格率が約3%パン難関試験です。で、×、問題が難しい。 ではないんですよ。難問ばっかり出るんじゃないんです。っていうか難問の方がむしろ少ないんです。その下。問題は基本事項が中心。ただし、覚える。量です。量。量が多いんです。こう思って結構です。質の戦いじゃありません。 量との戦いなんです。あの歴史って、あの一個一個のもので、何問ってあるかっていうと。細かすぎるはあるんだけど。知ってれば絶対解けますよね。じゃあ、それが難しくなる理由っていうのは。分量なんですよ。とにかく、この試験を受けるってことは。 分量との戦いと分量との戦いと思ってください質じゃなくて分量との戦いだからなんですがこの試験の勉強をやる人で学者の先生の本を買う人はまずいません深いことが分かるんですがこの深いところまでいらない深いところまでいらないんです 高いところまでいらないけどどんだけ量がさばけるかじゃあもうちょっと見ましょうか右のページ見てください3ページの方三3基準点 あ、合格点か。基準点の存在。その上での競争試験となっています。これ、基準点というのは、足切り点と思っていいです。足切り点。で、ちょっとこちらの方、えー、下の図表がすごく、えっ、ー、と、ゴテゴテしますんで、画面を使いたいと思います。えー、こちら、画面の方を見てやってください。 28年。横に見ていくと、上と下。2万360人が受験をし、あ、出願をし、1万6000人が実際受験してる。まあ受けてない人結構多いんです。卓越午前の部。上段、点数、中段、人数、下段、偏差値。75点、25問。この25問。これが足切り点なんです。 25問。これが足切り点。で、75っていうのは、1問3点なんです。1問3点なんです。ちょっと書いておきましょう。1問3点。1問3点なので25、25×3。25×3 で、75。で、真ん中の3114人ってありますよね。これが、 これを突破した人数なんです。何人が足切り点を突破しているか。何人が足切り点を突破しているかと。で、一番下が60.56。これが偏差値です。偏差値。これは試験をやっている法務省側から出したデータで作ってます。 レックの独自調査ではありません法務省が出しているデータですで同じように右側「卓一号の部」72点24問正解3960人突破59.5559.55 59. と載っていますでちょっとこれ見てほしいところがありましてあの これ、上が28で、27、26、25、24、23、22、21とあるんですが、ちょっとまずね、たく、えっと、基準点、どっちが高く設定されやすいか、もん、えっと、正解数、正解の問数だけで見比べると、どっちの方が高く設定されやすいかっていうと、午前の方が高めに設定されやすいんです。 でちょっとこれ、偏差値見比べてくんない午前と午後の基準点の偏差値。これ、午前の方がほとんど高いんですね。午後の方が高いことって1回ぐらいあるんだけどほとんどが午前の方が高く設定されてます。では。 広いい心でで見てほしいんですがこれね偏差値だけ下から順々に見てってほしいんですけどハードルって偏差値のハードルって上がってます下がってます。 これ昔63とか要求してる年がありますよねですが今直近は60.56午後に至っては昔62まで要求したことがあるのに今59なんですよなんでちょっと書いといてください上の方にでいい結構です基準点のところハードルは年々下がってますハードル基準点のハードルは年々下がってます そしてもう一つありますその右に「記述式」ってありますよねでこの「記述式」っていうのは司法書士の模擬体験司法書士の模擬体験試験と思ってください模擬体験が分かりづらければ仕事司法書士の仕事試験と思っていいですじゃあちょっとこれちょっと物見ましょうか司法書士の仕事試験と。 えっとね、レジュメそのままページ番号を入れておいて8ページ9ページ8ページ9ページとちょっとページ番号を入れて8ページ9ページをちょっと開けてみてください <laughs> で8ページ9ページ今開けたでしょうかでちょっとごめんね一体7ページもう一度戻ってくれます7ページ前のページ資料って書いてあって資料 たし、択一式試験、択一って書いてあるでしょで、この択一っていうのは、五択だと思ってください。五択。二択って言うじゃないですか。どっちにしますかと。そうじゃなくて、五択なんです。そこに載っていて、あいうえおってあって、下に1、2、3、4、5ってあって、1から5から選びなさいと。これが、午前で35問、午後で35問出ます。 で午後はこれプラス8ページ、9ページごめんなさい8ページ、9ページこんなのが出るんですでイメージはからないと思うんでざっくりと8ページありますよねこれがお客さんからもらった書類お客さんからもらった書類 お客さんからもらった書類で右が役所に出す書類、役所に出す書類です。お客さんからもらった書類、役所に出す書類。あの司法書士の仕事のほとんどは役所に書類を出すことです。あ、これ右の方はね、ほとんど白紙、元は白紙できます。 元は白紙です。あなたはお客さんから左の書類をもらったら右作れますかと。あなたはお客さんから左の書類をもらったら右作れますかと。まあ、実際には左から左でもらう書類は全部でこの年はえっと9枚ほどありました。実際9枚ほどありました。9枚の質も何なんで1枚だけにしました。お客さんから書類をもらったら右が作れますかと。 あの実はこれ他の試験ででまずないんです例えばあの弁護士さんの試験って受かった後の仕事内容は試験出ません弁理士も出ません行政処置も出ません税理士が微妙なところぐらいこの試験は実は仕事内容が試験なんです仕事内容が試験なんですというのも 仕事内容が試験という理由は、受かったら、ほぼ1ヶ月、2ヶ月で、独立できます。受かったら、仕事やって、よし。受かったら、仕事やって、よし。もっと言うと、研修いらないんです。あ、あの、県によっては研修やんないと怒られるとかあるので、あの、一般論、一般論ね、一般論で言うと、一般論で言うと、 試験が11月に終わって、極論すごい早いところだとね、12月には司法書士登録できます。受かったら仕事ができる。だったら誰を受からせるか。仕事ができる人を受からせます。仕事ができる人を受からせます。この仕事の試験が記述式です。 仕事の試験が技術式です仕事の試験と思って結構です。ではちょっとねまたもうちょっと付け加えて書いていきましょうか3ページの方に戻りましょう。 で、こちらの基準点ってところの、択一午前の部、択一午後の部とあって、今見た記述式っていうのをこれから見ていくんだけど、この記述式のところに、ちょっとこれは入れておいてください。傾向は数学の方です。一方、左の択一午前の部、択一午後の部ってありますね。これが社会歴史です。 なので実を言うとこの択一ってものが高得点取れてもどうしても現場勝負その日当日勝負になるところがあるんですその当日勝負になるのがこの記述式だと思ってください当日勝負でこの当日勝負の記述式ですが 配点がどれぐらいか。で、この配点が、これは70点と書いておきましょう。七十点。ちょっとこれ数字入れましょうか。よいしょ。いろんなこと言っちゃったんでね。えっと、こちら、70点満点。70点満点。で、卓一の方が105点満点。105点満点と。105、105、70点。 ではこれ、起立式の足切り点の点数を見ていってください。で、点数だけ見ると、うん、そんなもんかなって思うかもしれませんが、偏差値見ていってくれません、偏差値。ここの偏差値は、ほぼ毎年同じ、50なんです。 偏差値はほぼ同じで大体50なんですよでその横を見ていきます合計177.5足切り手の合計です で、ただその右を見てください。合格点200点5って出てます。これね、足切りをクリアしたら合格じゃないんですよ。足切りをクリアしたら終わりじゃないんです。一番右見てください。合格点マイナス基準点、裏を返せば、 基準点を超えてプラスいくついるのと基準点を超えてプラスいくついるのと。これがえ二十三点二十三点と。 一番上の一行をもう一回読んでいくと、基準点の存在、その上での競争、その上で競争になりますよと。で、もう、初めからちょっと辛いこと言って申し訳ないんですが、先ほど、この二つの欄を見たときに、ハードルは下がってるって私メモってもらいましたよね。ハードルは下がってると。じゃあね、この一番右を下から見てってくんない つまり初めの部分のハードルは下げて最後の競争のところを多く最後の競争のところで激化させてるんですよただこれ正直言うと合格のしやすさで言うとねはっきり言えば今の方がいいです昔は昔はハードルが高かったんで極論言いますよ極論言うとある科目がある午前と午後のうち午前がすんごくできても午後で引っかかっちゃって落ちる人 ここで引っかかっちゃって落ちる人って結構いたんですよ。逆もそうなんですけどね。でも今はハードル自体を低くしているから、ハードル自体を低くしているから、どっかに有利があると、ハードルが低いから浮かりやすくなってるんです。ただ、一つだけ。この23三て数字で構いません。もしくは、その流れのところで構いません。有利なところ、得意なところが絶対に必要になります。 稼ぐところが絶対に必要になります。 ということでえこれがこの試験の大胆な特徴になりますじゃあその上で合格するのに何がいるかです4ページ5ページの方をお願いします4と5です4ページ第2編司法書試験に合格するためにはと1圧倒的な量の 記憶をしなければなりません。基本は社会歴史系です。基本は社会歴史系なんで、記憶が必要です。下、ツ暗記中心の勉強。丸、理解中心の勉強。制度趣旨、理由にこだわる。ちょっとまた入れてください。 目的は、目的は記憶している状態です。歴史なんですから。目的は記憶している状態です。で、そこに至るための手段を吐き違えてほしくないんです。目的とそこに至るための手段を 履き違えてほしくないんです目的は記憶している状態ですですがそこに行くための手段が単純暗記ではダメなんです単純暗記ではなく理解なんです というのも、あの暗記では裁ける量じゃありません。暗記では裁ける量じゃありません。また暗記だとすぐ抜けます。すぐ抜けます。 それよりも理解なんです制度趣旨理由にこだわると書きましたがルールなんですよ法律はルールなのでルールには理由があるはずなんですそのルールの理由にこだわることなんです ちょっとこれ書かなくて結構なんで見ててやってください。えー、すいません画面の方ですすいません、ね、あの実はレックの香港の中ではあの飲食は禁止というふうになってます。じゃあ そのルールは一体何で飲食禁止なんだろうとたときに理由先生に失礼だから飲食は禁止だとでもしこう考えたらもし教室内に先生がいなければ食べてよいってなりますよね じゃあ、もう一つ。匂い。匂いで迷惑。匂いで迷惑するからと。っていう理由だったら、これ、前に先生がいようがいまいが食べちゃダメになりますね。また、この理由でいけば、どんなにお腹が空いても、カップラーメンを食べるのは絶対許されませんね。カレーなんか食べるのは絶対 NG ですね。 じゃあお茶はビールは日本酒はとこれ実は理由がこっちなんです匂いで迷惑するからなんですですから例外としてお茶などソフトドリンクなど飲むことはもちろん OK なんです ちえっと今の話あのどんなルールでしたっけどんなルールでしたっけいい禁止でその理由はだったらお茶はこのように理解してると理解してやった場合っていうのは頭に残るんですよでもそれはただ単に上からね食べちゃダメだと食べちゃダメだぞっていうふうに言われたわけど頭に残らないんです狙うはそれなんです 理解をしていって頭に残す。理解をしていって頭に残す。これが目的なんですよ。なんで、学習を始めるときに絶対にこれを吐き違えないでください。目的と手段が違うってこと。目的と手段が違うと。 理解を強い理解をすることによって記憶に残すってことなんですね。まあ、ただルルールにもどうしうって無理なのあるんです例えばなんで野球ってスリーアウトでスリーアウトでチェンジなんだろうと一応調べたことがあるんですけどよく分かりませんでした。その下見てください 理解しきれなかったものを試験の直前期間に暗記をしていく。理解できないものって絶対出ます。それは暗記なんです。で、わざと書きました。バッテン振ってください。直前期にってとこに思いっきりバッテン振ってください。理解できなかったものはすぐにと。すぐに暗記をしてください。 というのはこちらねまず最終的にはもう絶対全ての理解は無理です全ての理解をする作業は無理だと思ってくださいでその無理なものっていうのは最終的には暗記作業をしなきゃいけないんですでその暗記作業は早い段階からすぐにでもやらないといけないんですあのもし暗記作業は後でいいよっていう人がいたらねそれは間違いです完全に間違いです あのね、あとにすると。分量がすごいことになっちゃうんです。あとにすると、分量がすごいことになっちゃって、まず無理です。で、あの、まあ、いろんなところで私も講義しますし、いろんな人の話を聞くんですが。あのね、多分どこで聞いても、理解中止で勉強しましょうってことは言います。ですが、それ以上に短期で受かるために必要なのは。 この暗記です。割り切った暗記ができるかどうかです。この単純暗記をちゃんとやっていくか、理解はちゃんとした上で、無理なものをどれだけちゃんと覚えるか、私はこれが短期かどうかの違いだと思います。2回繰り返します。1回目なんですが、理解中心で勉強はみんなやってます。これはもうみんな差がつかない方でやってます。 ただ、多くの人が全部を理解しようと思って、そこで止まっちゃうんです。理解できないものは覚えないといけないんです。全てを理解しようとは思わないでください。暗記はいります。そして、暗記を早い段階からやってるかどうか。暗記を早い段階からやってるかどうか。それが私は勝負の分かれ目だと思っています。 じゃあ次に2番いきましょう2番記憶は時間と回数で決まりますそこで繰り返すようなスケジュールで勉強すべきとこれは何回ぐらい繰り返すんですかとよく聞かれるんですけどそれをね毎回ね合格者に聞くんですよ何回民法をやりましたって言ったら すいません。そんなの覚えちゃいません。そのレベルです。1回とか2回じゃないんですよ。おそらくもう十数回以上を同じことを繰り返します。同じことを十数回繰り返す必要があります。だ正直言うと、 新しいことと学ぶのの繰り返すのどっちが楽しいかっていったらあの絶対新しいことを学ぼうが楽しいんです人間ってえ。繰り返さなくちゃいけないっていうのはある意味ねある意味苦痛です !3 過去問プラスアルファポチ1個目過去の本試験問題を徹底的に解くべき。ただだし過去問だけでは 合格までたどり着けない。ちょっと専門用語は入れました。過去問。これは過去に出た問題です。過去に出た問題です。これを専門用語で我々の世界で過去問と呼んだりします。で、過去に出てるんならもう出ないんじゃないかと。 役人が作る試験って違うんです役人が作る試験ってだいたい前を踏襲するんですよこれね学者が作る試験のと別なんです学者が作る試験はね誰が昔なんか真似てやるかと俺は俺の独自のものを作ると一方役人が作る試験はむしろ だいいた昔の資料を取り寄せてそれ見ながら作ってますあのもしあいたい書いてからでいいです7ページってちょっと振ってもらっていいですか7ページでちょっとまた分かりづらいんで画面の方を使わせてください ここに、あ、い、う、え、おとあって、ちょっとこれが私が過失したところです。出題実績ってところの、あってありますよね。この、あと、あ。で、ちょっとこれで皆さんのやつ見てて。よいしょ、戻しますんで。あってところに、平、四、一、五、あってありますよね。これはどういう意味かっていうと、平成4年の本試験、平成4年の本試験の 15問目のあで出てます。それだけでなく、次。平成10年14のあで出てます。13年5で出てます。17年8のあで出てます。18年6のいで出てますって意味なんです。以下省略。 こういうふうに、前のものを踏襲しやすいんですよ。ちなみに、これ、あの、ちょっと帰っていきましょうか。正答率が。九十四点八パでした。これ。九十四点八パでした。 はいでですが実はねこれちょっと戻ってもらっていいごめん行ったり来たりすいませんね2ページお願いしますか二2ページ2ページの方でダブル A ランク A ランク BCD って書いてたじゃないですかこれねダブル A ランクのところに特徴ありますダブル A は過去問だけで答えまでいける問題はダブル A になります 過去問だけで答えまでいければダブル A になります。過去問だけで答えまでいくんだったらダブル A になります。一方ね、シングル A っていうのは過去問で二択まで絞れる。 過去問でで択までは絞れる。どっちかまではいけると。そういった場合はシングル A になります。あのってことは例えば28年って過去問やらないと何問落とすのか26問26問。26問 右のページの28年の卓越の基準点って何点でしたっけ ?25 問なんですよ。25問なんです。25取らないと、その時点で落とされるんです。過去問をやらないと26、26、十六問は落とす。基準点が25問。っていうことで、過去問を ちゃんとやらなきゃいけないというのは、これでお分かりになると思います。ただ、基準点だけ言ったら受かる試験だったっけと。っていうと、基準点プラス23とか、基準点プラス19がいりますよね。ということで、4ページの方に戻ってください。 3番「基準点プラスアルファ」過去の本試験問題過去問を徹底的に特別その下ただし過去問だけでは合格までたどり着けないと過去問はいるけどその先もちゃんとやんなきゃいけないと。ということで。 ちょっとまた画面の方をまた見ててください。ごめんなさいね。上見たり下見たりで。ってことで、必要なものは、過去問。ただ、これだけじゃ受からないから、発展知識もいる。ただ、いきなり過去問っていうのは、インプットもないのに、仕入れてないのに出すなんかできません。だから、先にやるべきなのは、テキストの読み込み。 で次に過去問を潰す。で次に発展知識を得るようにする。実はそのまま下見てください。これに合わせて講座設計をしています。テキストに当たるところ、これが新全日制本科講座の講義編。 4月から12月、年内と思って結構です。年内。はい。でそして、過去問に当たるところ。これが過去問コンプリート講座。過去問だけの講座は別にあります。過去問だけの講座も別にあります。 そして一番右発展知識生成トーレン実力養成編ファイナル編これは模試と思ってください模擬試験模試と思ってくださいであの新しい知識をどうやって入れるかってことで読み込んで入れるっていう方法もあるんだけど効率的なのはね 問題やって間違えることなんです問題やって間違える方が効率的に頭に入ってきます。模擬試験というのは、模擬試験というのが確認テストと思わないでください。模擬試験というのは確認テストと思わないでください。これは新たに知識習得する場、新たに知識習得をする場だと思ってください。 で、一番右側、新たに知識習得、何月からスタートしてるか。1月からスタートします。ということで、ちょっとパンフレットの方を使っていきましょう。パンフレット24、25、24、25。 24、25ですが、大きく言うと、ページの左側が年内です。非ページの左側が年内で、ページの右側が年明けです。で、どんどん返して,てください。左側の方、年内、インプット講義とありますね。ここは、テキスト中心です。テキスト中心。テキスト中心。 プラスちっちゃい字で過去んテキスト中心プラスちっちゃい字で過去んここでは、えっと、テキストを読みながら理解をしていく作業をしますでその時につどつどこの問題解いてこの問題解いてってことはそのつどつどやっていきますでそれが年内でテキストは終わりです 右のページいきます。1月からあって試験が7月です。試験は7月です。1月以降、過去問と発展知識と大きく、過去問と発展知識。で、ちょっとちっちゃい字で、テキストで復習、テキストで復習。 で、テキストで復習しつつ、過去問やる、そして発展知識を得に行く。テキストで復習、過去問を解く、そして発展知識を得ていくと。こんな感じ。でね、もうちょっと言うと、また分かりづらいので、また画面の方を使っていきます。すいません。えっと、この、生戦等連実力要請編というのが、これが週に1回来る模試。 週に1回来る模試と思ってください。で、これが範囲が指定されてます。範囲が指定されてます。こっからここですよ。こっからここですよ。範囲が指定されてます。で、一番上。 全科目、択一過去問、コンプリート講座。その範囲に合わせて過去問を受けていきます。範囲に合わせて過去問をやっていくんです。で、この過去問の講座は、基本全員通信です。ここだけは基本通信です。だからイメージは、あの、家で過去問を潰すわけね。家で過去問を潰して、 1>, 1週間に1回本校に来て家で過去問を潰して1週間に1回本校に来て模試を受けるとこんな感じでこちら復習をする過去問を解くそして模試を受けに来るという感じになりますで 4月以降、四月以降、ここからは基本発展知識。発展知識メイン。で、ちっちゃく書くもん。発展知識メイン。ちっちゃく書くもん。で、こっからも毎週1回ずつ、範囲指定なしの模試です。範囲指定なしの模試。 範囲指定なしの模試がずっと行われます。大雑把に言うとこんな感じになります。年内でテキストを中心にプラスちょっと過去問をやる。で年明けになったところでテキストでちょっと復習しながら過去問ん潰して模試発展知識。で、4月以降からは 発展知識をどんどん得ていきながら過去問をちょっとずつちゃんと潰していくというような流れでやっていきますページは横に置きつつ5ページにいきましょうもうあと10分もかかりません第3編「全日制本科講座の特徴と」と1番「一、えー 豊富なインプット回数。新15ヶ月合格コースの1.5倍。えー、ちょっとパンフレット今24ページ空いてますよね。24ページの左側のページ、24ページの左側のページの方に、インプット講義、新全日天文化講座185、185って振ってると思います。じゃちょっと1ページ前めくってください。22ページの方。左側の方に、ファーストステージ、 アウトプット54、インプット130って数字ありません。130。これが通常の社会人、社会人や学生向けのコース、社会人、学生向けのコースがこちらのコースです。これは通常130回。一方、この全日制の方は185回と約1.5倍、約1.5倍にしています。 でこの1.5倍なのは1.5倍詰め込む1.5倍分量を詰め込むではなくて大体1.2から1.3です1.2から1.3ですそれ以上に丁寧に丁寧に ある意味くどく丁寧にある意味くどくやっていきますでまあ、ちょっとこっちのネタしをするとねあの午前午後で講義やるんですよであのねあの午前で理解しないと午後はねついてきないことって結構あるんですってなると一方的に話してじゃあ次いくよっていうふうにやるとあの午後みんなぶっ倒れるんですよでそうなるとまずいので結構そこで覚えさせようとそこで覚えさせようっていうことで やろうと思って結構な大きな回数にしています。なんで、詰め込む分量が多いとは思わないで結構です。2、年内インプットでインプット講座が終わります。3、基礎復習応用のカリキュラム。さっきメモったものね、基礎復習応用のカリキュラム。そして、このカリキュラム自身が私が作っています。 このカリキュラム自体はもうかねこれも10年近く、十年近くかけて作り上げているカリキュラムです。2。では、私の講師の、私の講義の特徴を少し言っていきます。1。わかりやすいのは当たり前。私の講義は記憶に残る講義ですと。 知識の一つ一つにしつてしっかりした理由づけをする。一度の説明でなく、時間が許す限り繰り返す。寸劇、コントなどを与えて衝撃を与えると。あの、私毎年、あの、講義、3時間の講義で、だいたい3時間近く準備します。あの、正直言えば、知識は入ってます。そうではなく、どうすれば頭に残せるかと。あの、毎年目標にしているのは、 話しただけで向こうの記憶になるとこれを狙ってますなんであの自分のこう去年やったメモ帳とか見てて去年これやった大成功よしこれやろうとこれやったあまり反応がよくない,いやがやめようと他のやつにしようと狙っていることはあの知識を伝えるだけだったら私なんかいりませんそれどうやって頭に残そうかと 頭に残す方法だけ考えてます。で、それがちゃんとした理由付けなのか、それとも繰り返しなのか、それともちょっとした小芝居をするのかということはいろいろねやってます。2、法律を教えるのは当たり前。時期に応じた学習計画も提示します。 各科目の1回目に、その週の学習計画を提示します。具体的にちょっとページめくってください。6ページ。6ページの一番上の方なんですが、ちょっとした月下水木金って載っていて、朝、え午前、午後、夜となっていて、どのタイミングで何をするかと、どのタイミングで何をするかっていうのを、 各講義の各科目の冒頭で全ています。この科目ではこのタイミングでこれを勉強してと、このタイミングでこれを勉強してと、このタイミングでこれを勉強してってことは全部適時します。内容を教えるだけじゃなく、どのタイミングで何をすべきかということもこんなものを全部配ります。5ページまた戻ってください。すいません、行ったり来たりで。 はい。で、次が、えー、っと、2個目のポチ。年明け直前期の学習計画の伝授。どの教材をいつまでに、どのレベルまで仕上げるべきかを結構細かく指導します。このタイミングだったら、この分野は1回解いておけばいいよ、というものもあれば、絶対次回までに覚えなさいと。絶対次回までに覚えないと次苦しむよと、とかいうものもかなり細かく指導してきます。 3. 徹底した過去問重視の指導。過去の出題実績の高いところを充電に抗議します。次、復習時に解くべき過去問を指摘します。実際ちょっとやりますんで、ちょっと12ページ開けてください。 その日の講義の一番最後だと思って聞いてください。その日の講義の一番最後だと思って聞いてください。いきますね。はい。え、では今日はこう、今日の講義はここまでとしまして。えっと、今日は上から上、三つ。行為能力、失踪宣告、剣能なき者団この三つを去問をやってください。もうそろそろおしまいです。この三つをやってください。で、必ずまず先にやってほしいのは、この品質論点に載っているところ。これをまず真っ先にやってください。 で、これが終わったら他の問題に手をつけてください。この終わったら他に手をつけてください。ただ、右に載っているもの、発展論点に載っているもの、これは今の段階ではできないから、これは絶対今の段階ではやらないようにしてくださいね、と。こんな感じのことを毎回毎回やっていきます。だから何解けばいいかってことは全く悩む必要はありません。5ページ戻りまして、これでほとんどおしまいです。 4番2018年に出題可能性が高い分野を中心に講義をしていますあの実はこの試験ってある程度傾向があるんですよ例えばあのねある分野ってオリンピックにしか出ないやつがあるんですだからあの2年前はね今年はリオだぞリオだからこれが来るだからしっかりやるぞとって言ってやったんですやっぱ出ましたで今年対策は えもうオリンピック終わったんでこれも多分4年後で4年先で出ませんなのでもうこれずあっさりやりましょうとと言って刺さ,さってやりました、えー、私もともとこの講義と別に室内要素の講座を毎年もうもや大体10年近くやってますなんでそういったものも合わせてやっています で、他にもいろいろ特徴はございますが、ちょっとお時間の方も来ておりますので、とりあえず私は一旦ここで切っておきたいと思います。もし何かがあれば、またこう、この後も私残っておりますので、ぜひ聞いてください。では、一旦ここで中止さ、えー、集団させていただきます。では、私の方のガイダンスは以上で終了させていたきます。最後までご清聴ありがとうございました。